どうも、学校であった怖い話、一丁聞いてみっかということで、やっていきたいと思います。3回目です。2回目撮り終わった直後にそのまま続けてやってます。上から1個飛ばして3人選んで、下からこう上行こうかな。ほんじゃじゃあこのエジプト感あふれる福沢さんの話聞きましょう。30分ちょいで抑えたらね、何の変換もせずにね、多分動画上げるからすごい楽ですね。すごい明るい音楽、こんな感じやのに。こんにちは、私福沢玲子って言います。まだ真田君と同じ1年生です。皆さんよろしくお願いします。1年生 1年生か。そうか、別の人おらんかったのかな。よろしくお願いします。私の話す怖い話は旧校舎の話なの。これはね、結構有名な話だからみんな知ってるかもしんない。なんか明るいな、こんなんやのに。旧校舎の階段にまつわる話なの。おお、怖い話だけに階段ってこと？おもろいな、レゴちゃん。真田くん、13階段の話って知ってる？階段でもね、不気味な段数ってあるのよ。よく西洋じゃ13は不吉な数って言うじゃない？ 13 日の金曜日は縁起が悪いってことぐらい真田君だって知ってるよね。すごい文字見にくい、怖い。それでね、階段も13段はいけないんだよ。どうしてか知ってる？13段っていうのはね、死刑台の階段なの。死刑の中に絞首刑ってあるでしょ。首吊りよ、首吊り。その死刑台に登るための階段はきっちり13段なの。だからね、13階段って言ったら死刑台に登る階段のことを指すんだよね。それで普通は13段の階段は作らないんだってさ。真田君の家って2階建て？家の階段の段数数えたことある？ひょっとしたら13階段かもよ。13階段って呪われるっていうからさ、気をつけた方がいいよ。あははははは。真顔やねんな。顔が笑ってないねんな。星ぶどうみたいな目してんねんな、左目。ビー玉みたいな。で、旧校舎の話。もちろん旧校舎にも13段の階段なんてないよ。ないんや。全部14段になっているから。けどね、13日の金曜日に旧校舎の一番右側、南側だったかな？そこにある階段を数えるとね、14段あるはずの階段が13段しかないんだってさ。それで、それを確かめようとすると悪いことが起きるんだって。確かめようとすると悪いことが起きる。で、全然何も気にせんかったら何の問題もないってこと？なんか、体力ちょっと普段より温存できたみたいな。階段1段分。その噂知ってた？知らない。知らないんだ。あの階段っていろんなバリエーションの話があるし、結構有名なんだけどな。登る時に数えると14段なのに、降りる時に数えたら13段だったとかさ。でもさ、階段を数えるのって間違ったりしない？一番上の段って数えるのか数えちゃいけないのか。ああ、せやな、それはそうやわ。迷ったことってない？
まああれは階段じゃないからさ、床だからさ、段数には入れないんだけどね。まあそうか。だから階段の段数っていうのは床と床の間に挟まれた部分だけを数えるんだよ。勉強になった？あははは。はそれともそんなことぐらい知ってたかな。ごめんごめん。それで旧校舎の13階段の話、13日の金曜日じゃなくても確かめる方法があるんだよ。ほう。私知ってるんだ。日めくりカレンダーってあるでしょ。あれをね、13日の金曜日にしておくの。そしてね、噂の13階段の壁にかけておくんだよ。そんなことで騙せんの？誰を騙してんのそれは。誰を騙してんの？霊的なものが日付と曜日を気にしてて、ああ13日の金曜日やってなったらその段数を減らす加工を施すってこと？誰を騙してんのそれ。そうすると、ね、同じことが起きるんだってさ。でもね、それだとやっぱり効力が弱いのかな。相当霊感のある人でないと13階段にならないんだってさ。ああ、霊感ない方がええって話や。そんなカレンダーが悪いんやろな多分な。あの松岡修造のなんかポジティブなことばっか書いてるやつとかでやれば、18階段ぐらいになるやろ、ポジティブやから。でもなったらなったでやだよね。やった13階段だよって言っても結局は悪いことしか起きないんだもんね。だけどさ、興味あるじゃん。そういう噂ってなんだかとっても試したくならない？うふふ、私試しちゃったんだ。もちろん一人でじゃないよ、3人でだよ。一人なんてやだよ、絶対怖いもん。私のクラスの子、元木さなえちゃんっていうこと、染谷陽子ちゃん。そんなフルネームで言うてこんでもええけどね。二人とも変な子でさ、ちょっと普通じゃないのよね。まあ陽子ちゃんの場合、さなえちゃんほど変じゃないけど、全くさなえちゃんってはすごい変な子なんだよ。あ、今はか、もう女子。男子校やったからもう女子高生の話す感じとか知らんけど、女子こんなんなんか、高一女子って。さなえちゃんがどれくらい変な子かって話は別の機会にしてあげるの。いやーもういい。実はその日めくりカレンダーの話だってさなえちゃんがしてくれたんだよ。特別な情報提供者がいるからね、彼女には。何それ誰のことや。それでね、3人で行ったの、旧校舎に。確かめにさ、あれいつだっけかな、確か先月の13日。そう13日、金曜日じゃなかったから日めくりカレンダーを持ってったの。せめて日にちぐらい同じ方が確かめやすいだろうってさ。それで何も起きなかったら本当の13日の金曜日にもう一度行くつもりだったんだけどね。ということは何かあったってことですね。それでさ、放課後立ち入り禁止の旧校舎に忍び込んだわけ。好奇心旺盛な女の子としてはちょっとした冒険気分を味わいたいのよね。なんかもうこの学校のやつらも冒険気分で旧校舎行きすぎやわ。マクガイバーやんか。結構ドキドキしたわ。リチャード・ディーン・アンダーソンやんか。私旧校舎って入るの初めてだったんだもん。旧校舎って怖いね。
昼間だってすごく暗いんだから、じゃあ怖いんだから。私たちは怖い体験をしに行ったわけでしょ。だから心構えも違うのよ。最初から怖いことが起きるぞ、怖いことが起きるぞって思い込んでるからさ。別に普通の旧校舎でもゾクゾクしてくるのよ。古い木の匂いもなんか嫌な腐った匂いに思えるし、言うてたな、振動やったっけ、最初のやつも言うてた。柱に彫ってあるいたずら書きも妙に怖く思えたりしてね。シーンと静まり返っているから、それだけで何かがいるように思えちゃうの。やっぱりさ、その時の心理状況って大事よね。あれがすごく楽しいこととかをしに行ってたら、ちっとも怖くなくて、古い木の匂いが懐かしかったり、いたずら書きが面白かったり、別のことを考えちゃうよきっと。ところでさ、真田くん、あなた旧校舎に行ったことある？俺前の方の質問であるって言ったよな。あるって通しましょう今回な。ごめん、別に怖い演出じゃなかったけど、怖がってごめん。ああそう、あるんだ。その時の真田くんってどんな気持ちで行ったの？楽しかった？それとも怖かった？別になんとも思わなかったにしようかな。なんであそこってちょっと空気が違うと思うけどな。なんとも思わんかったことに理由を求めんなよな。まあいいや。それでさ、私たち先生に見つからないようにこっそりと例の階段に行ったんだよね。旧校舎のもうセキュリティズブズブやな。忍び込めまくりやん。しっかりと日めくりカレンダーを壁にかけて。いた。その時陽子ちゃんが釘に手を引っ掛けちゃって指を切ったのね。指を押すと人差し指のお腹のところにプクーって血が溜まったの。うわー、いやいや、さなえちゃんったらね、それをペロって舐めて美味しいとか言うんだよ。うわ、あ、人のやつを舐めんの？笑っちゃうよね。普段は血を見ると泣き出す子なのにさ。え、そうなの？その情報知らんから俺ら。怖い気分が吹っ飛んでみんなでちょっとだけ笑っちゃった。それじゃあ数えるよ。そう言って陽子ちゃんが階段を登り始めたの。私たちも一緒に登り始めた。1段、2段、3段、結構緊張するよね。普段はさ、階段なんて何も考えないで登るじゃん。それなのに一歩一歩足場を確かめながらゆっくりと階段を踏みしめていくんだからね。そうすると木のきしむ音もゆっくりなのね。ギーって鈍く伸びて響くんだよ。それがさ、とっても怖いの。あれ、夜だったら絶対に泣き出しちゃったね。数え間違えないように私たちは一緒に声を揃えたの。10段、11段、12段、13段、14段、14段だ。階段は14段だった。15歩目が階段の踊り場に着いたからね。なんだ、14段じゃん。私たちは顔を見合わせて笑ったわ。ちょっと拍子抜けしちゃった。心臓がドキドキするほど怖かったから余計期待外れだったのよね。でもさ、まだ2階に着いてないよ。ここは1階と2階の中間地点だから残り半分あるよ。そう言って陽子ちゃんはまた階段を登り始めたの。そうだよね、私と早苗ちゃんも一緒に登ったの。1段、2段、3段、また最初から数え直したわ。緊張しながら1段1段間違えないようにしっかりと数えたの。11段、10段、11段、12段、13段、14段、また14段だった。なんもないやん。やっぱり14段だよ。あんな日めくりカレンダーをかけただけじゃダメなのかもね。そんなことないよ、あれで大丈夫だから。
私の言葉をさなえちゃんはきっぱり否定したわ。でもまだ下りがあるでしょ。陽子ちゃんは嬉しそうだった。少しでも怖い気持ちを持続させたいのかな。怖いもの見たさってあるじゃない。あれって結構楽しいよね。怖い怖いって思ってる時って実は結構楽しかったりして、あの感じかな。だから陽子ちゃんは笑ってたんだと思う。私たちはうなずいた。そうよ、まだ下りがあるもの。下りが何段だかわからない。それで私たち数え始めたの。期待を込めてね。いやねえ真田くん、こんな私たちって変だと思う？なんでそんな俺にばっか聞くん。俺のこと好きな。変だと思う。あ、ひどい。真田くんってそういう人だったのね。何を、もう何をキャッキャしとんねん。後で覚えてなさいよ。いやもう、もうちょっと違う人やったらな。まあ今は話を続けてあげるから。それで私たちはまた数え始めたわ。1段2段3段、なんだかお菊さんみたいよね。番長皿屋敷のさ、番長皿屋敷って知ってる？まあいっか、どっちでも。あ、階段の数を数えてたら、その途端陽子ちゃんが階段を踏み外して落ちちゃったのよ。私たちもうびっくりしちゃって、階段なんか数えるの忘れて急いで駆け寄ったの。だって陽子ちゃん動かなくなっちゃったんだもん。駆け寄って抱き起こしたの。血は出てなかったけどさ、気を失ってるみたいだった。陽子ちゃん、陽子ちゃん、うん、陽子ちゃん生きてたよ。そうだよね、死んでたらシャレにならないよね。陽子ちゃんたらさ、目を開けたら、ま、辺りをキョロキョロ見回しちゃって、一瞬何が起こったのか自分がどこにいるのかわからなかったみたい。記憶喪失になっちゃったのかと思って私心配しちゃったよ。でも大丈夫だった。私階段から落ちちゃったんだねって言って笑ってた。もうやめようよ、階段13段ないからさ。私そう言ったの。13段ないから、ない、え ?14 段ある、え ?14 段やったんやろ。13段なんてことはないからさってことな。そうだね、もう行こう。陽子ちゃんも賛成してくれた。日めくりカレンダーもったいなかったね。さなえちゃんだけがちょっと残念そうだった。でね、旧校舎を出ることにしたの。なんだか陽子ちゃんのこと心配だったし、階段から落ちた時にひねったのか足を引きずっているようだったしね。それで階段を降りたんだ。別に何を考えるわけでもなくね。そしたらさ、13段だ。陽子ちゃんがボソッとつぶやいたんだよ。私ぎょっとして思わず陽子ちゃんを見つめちゃったよ。陽子ちゃんったら階段を降りたところで止まって振り返ると上を見上げたの。そして目で階段を追ってるんだよ。それでさ、一人で首をかしげてるの。おかしいよ、13段しかなかったのに。そしてさ、突然階段を駆け上がるんだよ。まるで私たちのことなんか眼中にないみたいでさ、陽子ちゃん、私呼んだんだけどまるっきり無視されちゃった。私と早苗ちゃんは階段の下で陽子ちゃんのことをじっと見守ったの。何か様子が変だった。やっぱり13段だ、13段しかないよ。ねえどうしよう、レコちゃん。そう言って私に泣きついてきたの。大丈夫だよ、何も心配することないって。私数えてたもん、ちゃんと14段だったよ。
陽子ちゃんの数え間違いだってば。私笑いながら陽子ちゃんの肩を叩いたの。陽子ちゃん震えてた。ものすごく震えてたんだよ。寝ようよ、ここにいちゃ危ないよ。さなえちゃんが突然つぶやいたの。何か焦点の合わない目でぼーっとしていた。なんか二人ともおかしなってる。私なんだかさなえちゃんの方が怖かったよ。でも私も怖かったから、顔がな。うんうんってうなずいたの。それでも怖くてさ、三人で手をつないで歩いたんだ。私が真ん中で、左手に陽子ちゃん、そして右手にさなえちゃんの手を握ってたの。手をつないだだけで陽子ちゃんの震えが伝わってきたよ。つられて私まで震えてきそうなほどだった。並んで歩いてたらね、突然ガクンって左手が引っ張られたの。どうしたのって陽子ちゃんを見たら、陽子ちゃん泣いてるんだよ。立ち止まって目にいっぱい涙溜めてるの。顔中くしゃくしゃにしてね。玲子ちゃん、私歩けない。陽子ちゃん泣きながらそう言うんだよ。何言ってるのよ、大丈夫だよ。ひょっとして階段のこと気にしてるの？あんなの嘘だよ。さあ行こうよ。で、私陽子ちゃんの手を引っ張ったの。けどね、ものすごい力で陽子ちゃんたらびくとも動かないんだよ。そして震える声で言うの。やだよ、私動けないんだよ。大丈夫だから。私もう一度引っ張ったけれど全然ダメ。陽子ちゃん陽子ちゃん少しも動いてくれないんだから。玲子ちゃん、私のこと助けてくれる？陽子ちゃん変なこと聞くんだよ。私助けるって言ったの、友達だから。玲子ちゃん、私の足にね、何かついてるの。それで歩けないの、見てくれない？陽子ちゃん突然そんなこと言うんだよ。え？私首をかしげた。足に何かついてるってどういうことだかよくわからないよね。それで私陽子ちゃんの足を見たんだ。ああ。うわ。あ、声が嫌。ああ。こだまや。こだまがいっぱいおる。私、動けなかった。叫ぶことも忘れて、私、陽子ちゃんの足に目が釘付けになったの。陽子ちゃんの足にね、たくさんの赤ん坊がしがみついていたんだよ。それもさ、小さいの。人間の赤ん坊じゃないよ、あれは。人間の形はしてるけれど、大きさが20センチくらいしかないんだよ。髪の毛はなくてね、目が異常に大きいの。けれど、腫れぼったいまぶたが目を塞いでてね、何も見えてないようだった。その赤ん坊が、いくつも陽子ちゃんの足にしがみついているんだよね。まるでお母さんに抱きつくようにしっかりとしがみついてるんだよ。それでかすれるような声でおぎゃーおぎゃーって泣いてた。小さな顔を足にこすりつけてペロペロ舐めてる赤ちゃんもいたよ。うわ、気持ち悪い。陽子ちゃん逃げなきゃダメ。さなえちゃんは陽子ちゃんの腕を握りしめるとそう言って走り出したの。私もつられて走ったよ。ああもう声が嫌。二人の力でなんとか動かせるほどだった。でも私自力であんなに、自分であんなに力があるなんて思わなかったよ。最初は引っ張っても抵抗があったけれど、二人で力いっぱい引っ張ったら急にストンって止め金が外れたみたいに軽くなったの。その後は陽子ちゃんを連れて逃げるのに必死だったよ。走ると陽子ちゃんの足からボロボロと赤ん坊が剥がれ落ちるの。落ちた赤ん坊は床に投げ出され、ギャーギャー泣いていたわ。一層大きな声を上げてね。
陽子ちゃんにしがみつこうと手を伸ばすんだけれど、私たちが走る方が早かったから。うわー、気持ち悪い。これは気持ち悪い。ちらっと後ろを見てゾッとしたよ。廊下にたくさんの小さな赤ん坊がハイハイしているんだもの。私、あんなに怖い光景初めて見たよ。大して長くもない廊下がとっても長く感じられた。なんとか旧校舎を抜け出すと、私、なんか嫌な音が。私たちそのまま前につんのめっちゃって、地面に手をついてはあはあ息を吐いたの。苦しかった。あんなに疲れたのも初めてだよ。全身汗がびっしょりだったしね。日めくりカレンダー置いてきちゃった。突然さなえちゃんが残念そうにつぶやいたの。やめてよ、戻るなんて言わないでよね。私驚いてつい声を荒立てちゃった。陽子ちゃんの足を見るともう赤ん坊はついていなかったけれど、陽子ちゃんの震えはまだ収まっていなかったよ。全身でガクガク震えてたもの。まあそれで私たちは助かったんだけどね。改めて陽子ちゃんの足を見たらさ、小さな手のひらみたいな跡が無数についてるんだよね。よくあるやつな。怖い話でよくあるやつな。もう足いっぱいにたくさんついてるの。真っ赤になっちゃってさ、叩かれた跡みたいだったよ。しばらくの間跡が消えなくてね、長いソックス履いてごまかしたりして結構苦労してたみたいだよ。でもあれからさ、陽子ちゃんちょっとおかしくなっちゃってね、突然赤ん坊みたいにおぎゃーって泣いてみたり、授業中によしよしって赤ん坊を抱く真似するんだよ。うわ、めっちゃ嫌。その時の目がいっちゃってて怖いんだよね。君の左目よりもか。みんなは変な冗談だと思って笑ってるけれど、私とさなえちゃんだけはその秘密を知ってるからね。シャレになってないよね。これで私の話は終わりだけど、さっきさ、真田君、私たちのことを、あ、変だって言ったよね。なんかもう女子怖いわ。なんかこっちの言うたことをいちいち。私覚えてるよ。今度陽子ちゃんに頼んで赤ちゃんを一人分けてもらってあげるよ。それでそっと真田くんの部屋の中に入れておいてあげる。そうね、ベッドの中がいいわね。夜寝ようと思ってベッドに入るとその中に小さな赤ん坊がいるの。それであなたの足にしがみつくの。うふふ、女の子の恨みを買うと怖いんだから。真田くん寝るのが楽しみね。近いうちに必ず実現するからね。それじゃあ次の人の話を聞きましょうよね。なんでこんなこと言うん。なんでこんなこと言うん。女子。布団の中の小人にね、真ん中の足にしがみついていただいたら、まあ、それはいろいろとはかどりますけども、こらということでね、一話一話のボリュームが結構ありますね。でもこの話は全然怖くなかったな。めっちゃ怖い話も中にはあるんかな。とりあえず今日一気に6人目までプレイしようとは思ってるんですけども、全パターン制覇するかどうかはわからないということをあらかじめ、ご了承ください。しない
可能性の方が高いと思います。まあまあ気が済むまで、やるということで、よかったらこの後もよろしくお願いします。じゃあ今回これで終わります。お疲れ様です。